こんにちは。こんにちは。はい、ではお名前どうぞ。はい、安和の田部安和です、はい。はい、よろしくお願いします、はい。はい、今日は何があるんでしょうか。はい、今日は、私の自主企画、ひょんのりボリューム5ということで、はい、下北沢ビッグマウスでまたライブをさせていただきます。はい、ありがとうございます。はい、今日は副題がある、たくさんありますけど。はい。はい、何ですか。誰がフェイクだみたいな感じで、活目、五月目をっていう演目を、演奏聴いて五月目くださいみたいな、はい、目ん玉ひんむいて聴いてくれみたいな、はいはいはい、なんか変な副題でございますけどあの覚えたての言葉を使いたがる系の人です、ね、なるほど、はい、活目せよっていう。なるほど、はい、今日はギタリストが多いということで。はい、そうですね、はい、ひょんな会話のノリでお声かけさせて、いつもそういう感じで、あ、じゃあ出てみようかみたいな。で、今回、もう奇遇なことに田部修也さんっていう、はい、今日初めましてなんですけど。なるほど。はい、Facebook で一応知り合ってて、同じ名前の、はい、同じ名字の、同じ名字で、はい、まあ出ましょうかみたいな会話になりまして、はい、初めましてなんですけど、田部さんはクラシックをレパートリーにされる方です。はい、はい、そして、最後に一応トリということで7人っていう、はい、ギターデュオは私と、友達の、タッカリン大佐のデュオなんですけれども、はい、もうこれ12年ぶりの演奏なんで。なるほど。はい、それで私一応まあ主催ということでソロ演奏もさせていただくんですけど、私のレパートリーはもうオリジナル、はい、自分で作った曲しか弾けないで、田部修也さんはクラシックレパートリーということで、田部っていう名字でクラシックレパートリーというのはなんか珍しい、うん、珍しいというか、もしかしたらギタリストの田部達夫っていう人がいるんですけど、CD10 枚くらい出してる方が、はい、それの息子さんですかって聞かれるそうなんですよ、うん、でもなんかそうじゃないらしいんだけどもなんか息子がいるのかなみたいな。なるほど。そうそうそう。そんなことも込み込みで、はい、はい、ちょっと楽しみがあるんじゃないかなということで、ギター的な、要素の濃い来てまいります。はい、はい、わかりました。では撮ってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今日は3月25日ということですね。すごい悪天候というか、午前中のものすごい雨から一転して、晴れたっていう感じで、電車が遅延、1時間半ぐらい遅延して、もう駅のホームで、あまりにも暇だったんで、一旦18切符なんで、今の期間18切符期間なんですけど、それで一回改札出て、暇すぎたんで、お菓子の町岡に行ってお菓子をしこたま買いましたっていう、そんな中で、イントロ的なものをお届けしたいと思います。安和のこと、田部安和です。よろしくお願いします。スケッチしたての曲ですね。途中でやっぱり手がもたれてきちゃったのみたいな、つってきちゃったのな。この左手ホームの、筋肉がちょっともたないなっていう、もう今日初めてライブで披露するの初めてなんですけど、やっぱりもたなかったなということで、この辺のフォーム の脱力法を、もうちょっと ご弁達いただける方がいたらご弁達いただきたいな、まあ、動画でもそれを添えてるって言うんですけども、誰一人としてご弁達はくれないっていう、私は切実にその脱力法というか、なんかフォームを起こした方がいいんじゃないみたいなことがあればなと思っているんですけども、曲を続けてあげます。
組曲的な曲なんですけれども、予言マーケット高額設定スピレン中に次ぐ、
積み重なってるし。いつからか。
がびしゃらなんとかじゃないですかって誰もが知ってるわけじゃねえ肩書きと都合隠しの手のひらかそんなのが大人的なか誰からかここにも居場所はないって気だときこそ毒に何もねえかよ頭いてときの書き書きの氷ぐらいの痛いの痛いどんだか世間の一般的な会話に挿入されるようになったのは94年以降じゃないかなと私は思っている。しかも、私も大好きでよく見てた深夜番組の、2人組、その関西出身の2人組がなんとかじゃないですかっていう標準語であえて言ったのがなんか面白おかしく響いて、でしかもその2人の間柄だったからこそ、通貨の会話でじゃないですか、こう なんとかじゃないですかっていうので、これものすごい迫力があったんですね。それでも誰も彼もがあの人の胸から捕まえかからん限りに納豆って臭いじゃないですかみたいな感じでいきなり言ってきて、いやいや納豆は香ばしいよねと思う時もありますしみたいな感じで、まあその場合によって違うでしょうみたいな、なんですけどそのじゃないですかがあまりの便宜上使われやすいんで、みんなその、仲間だよねありきの知ってるよねありきで言ってくる甚だ暴力的な言葉だなと私はその時は思ってたんで、一切私は自分からじゃないですかとは、使ったことないんですけども、そんなに力説することっていうふうに思われるかもしれないですけども、まあ、よく分かってるじゃないですか、え分かってるじゃないですか代わりに何とかじゃんとかって言いますけどね、そっちの方が強くないみたいな思われるかもしれないですけど、じゃないですか、まあこれはもう本当にみんなもう、まあ、ご存知の、今もうね昨日ちょっと結局出廷しなかったんかいみたいな、ツッコミもあるちょっと甚だね、こう知れば知るほど残念な人だし、そうだったでしょうみたいな、方なんですけども、もうその2人だと思ってるんですよ私はね、その時期からも波及されたんですよ、なんやじゃないですかっていうのはっていうので、あのこれはもう後付けなんですけど、この歌詞の後付けでじゃないですかがどうしても言いたくて後付けしたんですよ。もともと元々でもないか、あどっちが先かちょっと卵が先かみたいな感じだったんですけど、これインスタ用にもあの一応作ってまして、まあ、フルートで旋律を吹いてもらってるバージョンもあるんですけど、メロディーが全然違うんですが、ということで、まあ、どうお笑いの2人に見てるか本当は言いたい悩みなんですけど、今言っちゃうとなんか炎上しそうな、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、だから全然いろいろとね、知ってればひょっとさん見かから出たサビでしょみたいななのに、こう往生際悪いなとかっていうニュースが飛んでくれば来るほど思うだけなんですけども、ファンの方もそう思ってる方多いと思うんですよね。まあ、私もまあその熱烈なファンではなかったんですけど、なんていうんですかね、まあ、あの番組はよく見てましたし、やっぱ面白いなってこうで去年 あのコンテスト、M1 の審査もさすがの審査 そのコメントだなと思って感心はしてたんですかね、その直後でしたもんね、出てきたということで、そのあれまあ、あの駅で時間があまり余っちゃったんで、あのお菓子の町岡行ってお菓子ばっかり買ったよっていう、どんだけお菓子好きなのみたいな感じで夜中によくお菓子食べちゃうんですけど、スナック菓子の塩分と油分を中和するのに、あの白いご飯がめちゃめちゃうまいんですけど、それちょっと顔からどんどん太ってくるんで、生大根か、乾物類をよく浸してるんですけど、ふのりとか、切り干し大根と、干し椎茸
まあ、そういうのでミネラルと、まあ、無塩調理をして、塩分の調和を測ってるんですけど、まあ、大したことないと思います。それでなんか健康化したら、いや、鼻肌、自宅化してやめた方が健康でしょっていう。それの話で私、地元の、CRT 栃木放送っていう、老舗のラジオ局のスタジオが持ってる番組の1位コーナーを私いただいてまして、そこで、こんにちはの代わりに、一応その安川さんのコーナーですよっていうジングルっていうのを作ってはいるんですけど、毎回そのジングルでかけて済ましたくないということで、ジングルにはしないっていう無駄にハードルを上げて、なんかその毎回、なんか一引き2、30分一引きするんですが、そういうので結構もう30曲40曲まあ曲って言えるかどうかわかんないですけど、30秒ぐらいで終わっちゃうんで、それが溜まってきて、そんな中から採択企画で、2番手に出てくるのは田部井修也さんなんですけども、これは今日初めましてっていうこと、私田部井康和で同じ名字ですが初めましてでということで、副題が勝目せよということで、オープニングもちょっと言わせてもらったんですけども、まあ、修也さんはクラシック、ギターのレパートリーで、お届けするっていう感じなんですけども、私は、クラシックに馴染みがなかったわけじゃないですけども、なんだかかんだかでオリジナルしか弾けない人になっちゃったみたいな感じ。そして最後は、ギター寮で12年ぶりに、復活させていただきます、私と、タッカリン大佐、のギター寮でお届けしたいと思います。最後まで楽しんでいただきたいと思います。なかなかその番組の冒頭でも説明しきれなかったんですけども、タッカリン大佐と私のご縁というのは不思議な、腐れ縁の、ストーカーみたいな、男がなんか連れてきた友達だったりするんで、その辺のくだりももし時間があればちょっと何の意味の方の MC で触れようかなっていう思ってるところでございます。今日もありがとうございました。私と安和さんは名字が同じっていう縁がありまして、で私がクラシックギターは田部井康和さんのお父様である達夫さんが一つのまあバイブルじゃないですけど YouTube でよく見させていただいてるんですよ。でいつか会いたいなと思ってくれいたんですけど、なかなか会う機会がないのでなかったんですが、息子の安和さんとはこういう縁が持てたことがまずありがたいなと。で、私はクラシックギターやってますけど、達夫先生とは全く縁というか血縁はない。ただの田部井です。じゃあ、ただの田部井ですよ。すいません。で、まず最初にやる曲なんですけど、ベルランド・ソルのエチュードの32の1と2やらせていただきたいと思います。この曲は全く先ほど安和さんのユニットの曲を聴かせてもらったんですけど、やっぱり全然ラテンみたいなリズムはないですし、ちょっと色気に欠けるところあると思うんですけど、その分この譜面になっているものにちょっと命を与えるつもりでやってみようと思います。
じゃあ2番に行きます。そんなつもりじゃないです。ちゃんとやるつもりで。Thank you.
そんなに多くないんでもう一回あのスカルラっていうもうちょっとあの明るい感じで、うん、あの三拍子のリズムがある曲をやろうと思います。
最後はすごく決まった感じが、最後だけうまくいったっていうとあれなんですけど、最後これ変な感じでやっちゃうとすごいダサくなる。あそこはちょっとうまくいったなと。あと今日思い出したんですけど、僕今日誕生日だったんです。ありがとうございます。ありがとうございます。あと、Facebook で誕生日メッセージをくれた方々には感謝します。はい。じゃあ最後の曲になりました。最後いつもポップスの曲で締めるんで、今回はプリンセスプリンセスのダイヤモンドをアコギバージョンじゃなくてクラシカルバージョンでやろうと思います。
なのに。
まあ、12年ぶりに、この曲もお届けしたんですけど、12年ぶりにこのシャツを揃えたっていう。揃えたっていうか、うん、揃ってないけど。で、ペインっていう、まあ、ゴシック系、まあ、デスメタルの人がゴシック系のバンドをやってるっていう、ペインっていうバンドなんですけど、うん、だからそれが伝わらないけど、うちらに。まあ、揃ってる感が伝わらないけど。です。ね、揃ってないよ。これ分かる人はめちゃめちゃ揃ってるんです。分かる。それが絶対に一般受けしないというね。安川さんのいつものパターンで。そうですね。いや今日本当に貴重な時間お付き合いくださいましてありがとうございます。私も一度もあって、今回もう本当に大佐はもういろいろお家のこともあるので、まあ、教室も今日もされてるんで、なかなかちょっと2人で会うっていうこともずっとなかったんですよ。もう友達でいてくれてるのかなっていうのも心のもとない気持ちもありながら。でも話して先月我々久々に会ってリハを最初にやったんですけど、まあレパートリーを思い出そうみたいな感じで。でまあ本当10年以上ぶりだったんで、いろいろ普通のあれこれ会話をしたんですけども。結構その自分は内向的 なんていうかな残念な人をこう晒すことがあるんですけど、メールとかがこういろいろ長文書いちゃわりには何言ってるか分かんない系のそういうので俺ちょっとその10年ぐらい前になんかちょっとこう小競り合いみたいなのを対策としたんじゃないかなみたいな。してないですか。小競り合いとも思ってないみたいな。得意ないと思う。得意なかったかみたいな。まあ、それでなんかいろいろ自分はそのやらかしてる系もあるんじゃないかなみたいなのもあったりして、でもなんだかんだでその時に大佐がまた名言を残したんですけど、まあ、僕はなんかまあ、身内でなんかそれで褒め合うのもなんかなとか思うんですけど、その結局なんか、まあ、文面でそのツイッターとかでその、全然こう意見の違う人と友達だとして見てもその意見違うって別に時間もったいないかなと思ってこう見ないようにしてるっていう設定があるんですよね。でそれで結局なんかこう全然反対意見の人でやっても結局一番大事なのは会って感じがいいかいくないか それだけだみたいなこと言ったんですよ。まあそりゃそうだなと思って。ああ、そうそう言いましたね。そうか、会っていいやつかいいやつじゃないかっていう、うん、そうなんですよ。でそういうのでああさすが大佐だなと思ったのと、そんな大佐この2人の中っていうのは、まあ、ヘビーメタル音楽が好きっていうのもあるんですけど、うん、きっかけっていうのはもう会ったら会いたくない人物がここにいるんですよ、うん、ここにこの人物がいなかったらこうあ出会わなかったっていう、うん、で2人ともこの人物とは半径2メートル以上近づきたくない人なんですよ、うん、そう一時そのテクテクテレビの、テクテクテレビの収録だったらではなかったと思うんですけど、うん、上川さんの、ストリートイベントでイベントというかストリートライブにお邪魔した時にわざわざ私に難癖つけに来たストーカーがいるんですけどそのストーカーが、私たちのキューピットっていうね不思議な声だなみたいな、うん、まあそんな感じでひょんのりでひょんのりひょんのりですね。ひょんのりで来たんだよ。ひょんなのりっていうのがありますよね。本当にまあ縁もなんて縁は稲物って言うんですかね。そうねということで続けてお届けしたいと思います。次は大佐の曲、あと曲の説明もちょこっとさせていただくんですけども、この7人行っていうのは、主に大佐の曲かもしくはカバーかもしくは私の兄貴タミトールが、まあ、フルートとかインストに作った曲っていうのは結構眠ってるのがいっぱいあるんですけど、それでを、ギター用にやるっていうものが大部分を占めてまして、で2人が出会った当初なんですが、私はギターの曲なんかまるで作ったこともない時期だったし、今でもデュオの曲は作ってないんですよ、私は。そういうのもあって、まあ、これもまた身内びいきになるかもしれませんが、まあ、兄がこういい曲いっぱい書いてるし、それをなんか眠らせてこうもったいないなっていうのもあって、で、ギター療養にお届けするっていうことも、踏まえておりますっていうことで、次の曲は大佐が作った曲でございます。イントロのメロディーがちょっと馴染みのあるメロディーを無理やり私がつなげたっていう、何の馴染みがあるか、東と西っていうのがポイント、ヒントでなってます。
スコThank you.
その電車に乗ってこういうことがあったんですよ。あの0時に着予定の列車に乗っているにもかかわらず JR の都合で遅延したんですよ。で20分ぐらい遅れて着いて、まあ JR の都合で遅延だから通れるかと思ったら、駅員さん2人で待ち構えてて、で、まあ、自分の後に続く人も、まあ、それでなんか、240円くださいみたいなもうせこい計算 してえぇ、ー、って、まあそれなんかよ、でもなんか2人でこう迫ってきたんで、うん、まあしょうがないなみたいな感じになっちゃったんですけど、うん、もう払った後やっぱりこうなんかもう釈然とした気持ちがもうずーっともう帰り道で、なんだその240円取るかなと思って、うん、もうこれ思った人いっぱいいると思うんですよ、その時18キロで帰ってきた人ね、うん、2人分取るのみたいな、そっちの都合で遅延したのにみたいな、うん、まあっていうことで、あのブーブー癒やしまったら止まらないんですけど、今日は本当に雨の中、私午前中すごい雨の中土砂降りながら自転車こいでっていう、っていうこともありつつ、まあ、大佐もその駅までの道のりが大変だったみたいで、美少年の一回帰ったらしいんですまあそれでそれでちょっとリハの時間がちょっとわずか20分ぐらいできたかなみたいな、隣に来て2人で合わせたっていうのが20分ぐらいできますけど、そんな感じでそんな、心の中が土砂降りで、まあ、私イケメンリオっていうふうに当初言ってたんで、モテまくるぞっていう気持ちもあって、だけどモテたさみしないから、もう心の中は土砂降りだねっていう勝手な、モードを作って、意識モードを作りつつ、そんな中でも気持ちだけは明日向かって晴れていきたいなと思ってお届けしたい曲して最後お別れしたいと思います。今日本当にありがとうございました。
さ。ありがとうございました。ありがとうございました。